2の 1.5 乗はなんだ？へへ、そんなの簡単だよ。1乗増えると2倍になるなら、0.5 乗増えると何倍になるか。だけど、2回 0.5 乗増えたら1乗増えて2倍になるんだから、ルート2倍しかなくて、2の 1.5 乗は2ルート2だね。よくできました。じゃあ、1.5 の解乗は？1.5 の解乗？解乗関数の定義域を実数に広げてみよう。そんなことできる？できるのは間違いないだろ。え？極端な話、整数に対する値を折れ線で結べば一応できる。確かに。でも、これは下手でしょ。どこが？どこがって言われても、全体的に明らかに。まあこの辺を見てみよう。ああ、2.5 の解乗が 1.5 の解乗の 2.5 倍になってない。解乗を名乗るなら、x の解乗は x-1 の解乗の x 倍であるべきだな。でも、どうやってそんなのを実際に作るの？オイラーという人がいて、こう定義すればいいと思いついた。またオイラーか。これに部分積分を適用してみろ。左は0で、右の x は外に出せるね。ってことは確かに x-1 の解乗の x 倍だ。0の解乗もちゃんと1になってくれるぜ。都合が良すぎる。ちなみに、これを1ずらしたものをガンマ関数と呼ぶ。ガンマ 2.5 が 1.5 の解乗ってこと？ああ。なんで1ずらしたの？よくわからない。え？歴史上の理由、ということらしい。まあいいや。x が0より大きい時のこの値をプロットしてみる。この部分はマイナスの数の解乗？そういうことになる。さて、そろそろガンマ 2.5 を求めるか。1.5 の解乗だね。マイナス 0.5 の解乗が計算しやすくて、それがわかれば、その4分の3倍として求められるぜ。マイナス 0.5 の解乗ってのはこれか。計算できるの？とりあえず t を x の2乗に変換しろ。こう？あ、綺麗に打ち消しあった。中身は偶関数だから、積分区間を倍にして2は消すぞ。いいよ。ところでこの曲線に見覚えはないか？え？見たことはある気がするけど。これのスケールを変えたものが正規分布のベルカーブ。ああ、偏差値のやつか。というわけでこの積分は重要だぜ。でもこれ、積分できないよね。不定積分は初等関数にならない。どうすんの？二乗する。初見じゃ無理だね。不義二の定理で合体。難しくなってない？直行座標から極座標に変換しろ。長方形の代わりにプチバウムクーヘンで積分するやつだね。なんか接待されてる感じ。もうできるな。今度は R の2乗を S に変換すると、2R を没収されて、この積分は0の解乗と同じ位置で、全体は π だね。というわけで、符号に注意するとマイナス 0.5 の解乗はルート π だぜ。ってことは、1.5 の解乗は4分の3ルート π か。よかったらチャンネル登録してほしいぜ。ご視聴ありがとうございました。